森田俊介森田俊介12月27日から1980年10月6日は日本の台湾総督府厚生官僚台中州知事福岡県倉手郡若宮村で森田英介の長男として生まれる第七高等学校増士官を経て1924年3月東京帝国大学法学部政治学科を卒業同年月 台湾総特府に入り、同族、内務局配属となる。同年11月、高等試験行政科試験に合格。以後、内務局地方課配属、地方理事官、台中州大田室群主、地方警視、台北州刑務課長、刑務局刑務課配属などを経て、1929年12月、警視、刑務局理、しげる課長に就任。在任中に、 無者事件が起こり、その対応に当たった。さらに、刑務局衛生課長、同局刑務課長、新築州内務部長、台北州内務部長、文教局学務課長、台中州知事、文教局長などを歴任し、高校局長として終戦を迎えた。終戦処理にあたり、一時中華民国に止めようされるが、止めよう解除後の1946年3月末に帰国し、 広島県大竹港に上陸した。その後、台湾総督府の残務整理に携わり、さらに副委員長官房長として、陸海軍人の副委員業務、総会事業を担い、1948年6月、厚生事務官として退官した。退官後は、日本遺族厚生連盟事務局長、財団法人台湾協会理事などを務めた。ありがとうございます。